こんにちは、トガシ TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。2019年10月23日水曜日です。今日は後ろに見えている通り東京ドームに来ております。で、今日はプロ野球を見に来まして、今日本シリーズがやっておりますので日本シリーズを見に来ました。今回はパリーグのソフトバンクホークス対セリーグの東京読売巨人軍が戦うということです。で、今日が4戦目なんですけども、昨日まで3戦終わりまして、3戦ホークスが勝っておりますので、まあ、今日ホークスが勝てば日本一の胴上げが見えるという感じで、で、ジャイアンツが勝て、まあ、ジャイアンツは勝たないともう終わってしまうという感じなんです。それなんで、まあ、楽しんでみたいと思うんですけど、今日はですね、チケットがライトスタンドなんですね。あのコアなジャイアンツファンがたくさんいそうなライトスタンドなんで、ジャイアンツ この応援歌とかをすごいいっぱい知ってるわけではないんで、めちゃくちゃ盛り上げられるかどうかわからないですが、今シーズン最後の多分おそらくプロ野球観戦なと思いますんで、楽しんでいっていきたいと思います。それでは飲みたいと思います。もうちょっと飲んじゃったけど、飲んじゃいましたが着きましたんで、早速生ビールいただきたいと思います。あー、うまい。じゃあ行きます。なんかね、あそこに日本シリーズの、グッズとかいろいろ売ってますね。で、だんだんと秋らしくなってきました。じゃあ行ってきます。久しぶりの外野エリアです。597って結構真ん中ってことか。はい、席来ました。応援団の真後ろです。今自分の席に来たんですが、今日の席びっくりしました。私にはちょっとレベルが高すぎる席です。ジャイアンツの応援団の方たちの真上の席です。一列空いてるとかない、本当に真上、ぴったり真上の席です。15列に今詰まってますね。14列の599からこの1ブロックが多分応援団の方の席になるということです。こんな感じです。あ、太鼓とかもある。応援団の方々の準備も着々に進んでおります。ありがとうございます。リアクションよろしくお願いします。さあ今夜はジャイアンツの、そしてジャイアンツ勝ち取りましょう。熱いご声援よろしくお願いいたします。読売ジャイアンツ対福岡ソフトバンクホークス、日本シリーズ第4戦、この後18時15分プレーボールです。お楽しみに。
知らせます。読売巨人戦は被災地支援のため各救助現場にて義援金の募金活動を実施しております。皆様の温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。その先まで見据えて時間を味方にする力強く手を引いた森を次の世代に引き継ぐ銀行で守る運用 SMBC 三井住友銀行守る運用ガイドを差し上げます。工藤監督によります。メンバー票交換を行います。5年前SMBC 三井住友銀行がゴールドパートナーを務める東京2020パラリンピック選手にも内定しております。それではお願いいたします。そして上石選手の東京2020パラリンピックの活躍にぜひご注目ください。ありがとうございました。プレーボールです。1球目だけは動画に撮っておきたいと思います。
して一塁側へ期待のシート前ご注目ください。バズレットマシンやったジャンプです。それではジャンプでいきますよ。足まで気持ちを一つに最高のエールを届けましょう。ラッキーセブン投稿コメント
クライマックスのファーストステージから最初に負けて、その後はもう10連勝と、もう本当にこんな素晴らしい仲間とスタッフとコーチと野球ができて、もうこんなに幸せもいないです。本当にありがとうございます。 MVP です。どんな気持ちですか？Bueno, muy contento y muy feliz, ¿no? De haber sido campeón dos años consecutivos. Creo que eso es un gran trabajo que el equipo de nosotros hemos realizado toda la temporada. またさらなる素晴らしい活躍を期待していいですね。ありがとう。おめでとうございます。MVP、グラシアル選手でした。大きな拍手お願いします。ありがとうございます。
ぞいいぞ応援団よいしょ。はい、ということで行ってきました。あそこに書いてある通りですね、福岡ソフトバンクホークスが日本一になりました。3年連続です。いやーなんかね、今日はいい試合でした。4対3で9回の裏までね、もう最後の最後まで分かんないような時代で、すごい良かったです。楽しかったです。いやー今シーズンあんまり野球見に来なかったけど、最後日本シリーズの日本一を決める試合を見に来れて良かったです。楽しかった。今日はね、外野席で応援したんで、もう本当コアなジャイアンツファンがいっぱいいて楽しかったです。しかもびっくりしたのは、どこなん、席どの辺なのかなって分からなかったんですけど、行ってみてびっくりしたのは、本当ジャイアンツの応援団の真後ろの席、一列空いてるとかじゃなくて本当に真後ろの席だったから、なんかすごいね、面白かった。もう若干この応援の仕方にすごいハマりました。久しぶりだな、15年ぶりぐらいじゃないかな、ああいう風に外野席で応援したの。すごいね、久しぶりだったんですけど。あ、出てきた、阿部が。阿部が出てきました。阿部選手が出てきました。ソフトバンクの選手とジャイアンツの選手の両方に新之助選手が胴上げされた。
最後阿部慎之助選手が再び出てきました。外野から帰んないでよかったね。内野の方にさーっと来て、まあ試合終了後は内野来ても大丈夫なんで、内野来てさーっと帰ったら出てきてね、本当よかったです。いや面白かったですね、今年1年間プロ野球ということで、来年以降もまた来たいと思います。ありがとうございました。個室来ました。個室ですね。